赤新聞上野慎之介選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。今回その新王座ということでやってきましたが、はい、なんと抽選で芦屋、はい、のエースと言われた5号機、ちょっと前傾アクシデントもありましたけども、はい、その前傾当時のこの引いた感想みたいなちょっと思い出してもらっていいですか。前傾日こける前はすごい伸びてました。もうすごい伸びてて、はい、もうこれはいいなと思ったんですけど、まあ、5回目ぐらいですぐこけちゃったんで、はい、もうまあ、悪いところはそこで全部出し切ったかなって感じです。あの変なものを落として、はい、で初日を迎えたわけですが、はい、まあ、2着走りになりましたけど、いい感じの雰囲気の足に見えました。そうですね、もう足はいいんですけど、はい、ちょっと本人が悪いんで、でもエンジンにだいぶ助けてもらってます。そして水神祭も、はい、なんか気持ちよく冷たい水にね、はい、宙を舞ってましたけど、もう顔から落ちたんで、はい、もう痛すぎて声も出んかったんですけど、だいぶ水跳ねてカメラにかかってきましたけどもう、はい、もうやることやっちゃいました、はい、でちょっと3日目の後半とね、4日目と、はい、あの成績が大きくなりましたけども、うん、ここまで足のこう推移っていうんですかね、雰囲気いかがですか。もう自分がいけると思ってレース行って、はい、それで失敗してるんで、もうエンジンのせいとかではないですね、うん、あともうプロペラももうそれを自分でつけて走っとるんで、プロペラのせいにもできないですね、はい、上から見てるとこうブレがつくとこう行き足からグイ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 っとこう、はい、すごく勢いよく見えるんで、その辺はじゃあそういう雰囲気ありそうですね。そうですね、レース行ったらもうさらにいいって感じですね。やっぱエンジンがいいと思います。ちょっとあの中だるみ的な着順を落としましたけども、じゃあ足的にはまだまだこれ順位行っても楽しみのある。そうですね、はい、順位乗ってしまえば何が起こるか分かんないと思ってるんで、はい、もうあとはいいことだけあると思ってるんで、うん、もう願うだけです。上野選手というとね、師匠が峰竜太選手ということで、はい、今回を迎えるにあたってなんかアドバイス的なのは、もうプロペラも作ってもらって、はい、見てもらって、うん、あとエンジンもいいの引いたんで、うん、もうあとは竜太さんにもやることやってもらって、うん、あとは自分がやるだけと思って、うん、出てきたらこけたんで、まあ逆にやることやったかなって感じです。はい、でもね、あの前傾日のアクシデントでちょっと力もこうふっと、ね、肩の力もこう少し、そうですね、落ちたのかもしれないしね。ちょっともう本当やってしまったなと思って、もう泣きそうになったんですけどね、本当は。まあ笑っとくしかないんで、はい。まあそんな今度でね、はい、迎えますが、じゃ最後にこうファンの方に向かって、はい、どういうメッセージ楽しくやってください。はい、同期の前田翔太と山田浩二ばっか目立ってるんで、ちょっと102期の上野慎之介も覚えてもらえるように。ちょっと目立って帰りたいと思います。船券買ってください。はい、名前覚えましょう。上野慎之介選手でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。東京新聞中田修司選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回芦屋の新王座ですが、はい、昨年の宮島大会もね好調なスタートを切ってたんですけども、はい、今年も負けずにこうすごくいいリズムで、そうですね、はい、最初は肝心と思って、はい、なるべくいい着取るように頑張りました。今回ね、前傾で引いたモーターも、はい、結構評判のいいモーターだったんですけども、はい、それで前傾からやっぱ手応え的には良かったですか。手応え的にはちょっと乗りづらさが目立ってたんですけど、うん、まあ、そこだけこさしたらなんかいい足になってました、はい、ね、初日から2-2っていう感じで来て、はい、まあ、4日目の5レースだけちょっと大きな着順をね、はい、取ってしまいましたが、見事に予選突破ということになりました、はい、ね、前回は好成績だけどちょっと準優がね残念な形だったんですけども、はい、ね、さらに一歩前進しましたけど、はい、その感想をちょっと教えてもらえますか。最低でも前回よりいい成績取れるように頑張ってたんで、とりあえず準優乗れたんで今はほっとしてま す, です、ね、はい、で、ちょっとプライベートのお話なんですけども、はい、昨年の11月にね、はい、ご結婚されてまだ新婚ということですけど、 ありがとうございます。どうですか、新婚になってこうなんか変わってきました。いや、もう幸せです。幸せで、はいはい、ここで大きなお土産持って、はい、お土産を待ってると思うんで、ね、家入れてもらえるように頑張ります。入れてもらえないこともあるんですか。いやいや、喧嘩するといろいろあるので仲良くしてくださいよ、はい、あ、じゃあ奥さんじゃないですけどファンの方々に向けてメッセージお願いします。はい、陣営せっかく乗れたんで、もう一緒に乗って最後まで全力で走りたいと思います。はい、中田修司選手でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。